はい、こんにちは、ケイソウです。はい、どうも、ハネムンです。さあ、ヴァンパイアサバイバーズやっていきたいと思います。更新が入りました。はい。はい、はい、見ていきたいと思います。アンロックですか？あえて、フォビドゥンボックスの呪文を唱える。あえてね。あえてね。はい。で、まあ、アドベンチャーをクリアすると、まあ、なんかあるよってことでね。まあ、この一番上のね、あえてフォビドゥンボックスを唱えたいんですけど、フォビドゥンボックスは、何なんだろうっていうとこですね。シークレットに入れるのかな。シークレットもなんか一つ増えてますよ。19分の18ってなってるんで、まあなんかこれですかね。ABC ぐらいに簡単。リングの中のリングを得る。リング中のリングを得る。EN ボックス。フォービドゥンボックス。おお、ここでよかったんだ。ここか。うわ、始まった。始まった。よりいいってこいつで。なんかよくわかんないキャラで始まっちゃった。こいつで始まんだ。なんだっけ、こいつ。こいつなんだっけ、あれだね、コントラのキャラだったね、確かね。コントラのキャラ。あ、ちょっと、下も行けんか、下行けないや。行けない、オッケー。どうしよう、これ。てか、逃げる関係上、あれなんで、正面に攻撃が出ることでさ、あれなのにさ、逃げなきゃいけないからさ、技が当たんなくて困ってんだけどさ、どうすればいい、これ。あ、もう頑張ってよ。頑張る、これ。うん、だって、これ、結構貫通すんだ。ああどうしよう、武器強化でも取って武器のレベルも上げるか。両方復活も、ね、復活も一上がるしね。いいんじゃない、いいんじゃない、はいはい、あでも火力そんなないか、相手ね。ああ、よいしょ、はい、オッケーオッケーオッケー。バンって放ってダって取っちゃえばいい。武器、うおー、回収。ああ、一旦ティラミスか。そうだね、このままじゃ死ぬからね。ティラミス取って、てかあれだね、アルガノの選択もなかったからはははは困っちゃうね、これは。まあ、でも復活があるんだよ、こっちには。まあ確かに。ロウソクリロールしようか。鎧か。鎧でちょっと防御力増やして、この進化はしな。よくわかんないけど、ね、これだっけ、進化。あ、覚えてない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 。敵多すぎない？あ、何これ。あ、あれか。爆発する。壊して早く。間に合え。間に合わない。間に合え。まあ復活があるんで。まだある。はい。大爆発、よし。なんかステージが動いた、ね、もうこれもう鎧でいくわ。下は開いた。あー、開いたんだ。なるほどなるほど。肉、ナイスファイヤー。上じゃない。うわー、来た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 。やれ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 。来た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 。オッケー、引き寄せ。いや違うな、ろうそくでもいいけどね。あー、まあ、でもいい。範囲広げちゃおうよ。オッケー、いいよ。よし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 、あぶねー。なんとかなったな、鎧。あー、武器だったな。あ、アルカナじゃない？アルカナがあるわ。これあれだ、しかも前回一武器やってた影響で一武器だ。一武器か。だったらイニシエの静かなら聖域を取ろうか。ああ、あり。これじゃないよね、これないよね。多分ない。ない。あ、それ。左。これか。それ。オッケー。これでまあ、そうね。ああ、いいんじゃない？攻撃力とクールタイムが上がったんで、良くなったでしょうと。さあ、ああ、出るね。あ、いいね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 。よし、良くなった。あ、あれもあるわ、食材もあるから本当良くなったわ。硬った。硬いね、敵。お前も硬いけど、俺もそれ無理だな。かなり取ってるからいいんだけど。あ、違うわ、それ速くなるやつだ。は、敵か。敵硬いな、やばいな、このままじゃ。肉取って、まあこの部屋来てみたけど、あ、まだ下行けるのか。さあ B 取って、バリアなんて一撃で剥がれて、地面が赤くなったりしたね。下に進みます、とりあえず。倒せそうにないね、これね。ちょっと硬すぎるね、敵が。肉、お、あ、またか。ダメだ、これ一定倒さない。なんか、ね、一定倒したら進めた気がするんだよね。なるほどね。うん、いや、今ので死なないか。マジで敵強いわ。どうしようかな。あ、諦める。まあ、頑張りはしますけどね。あ、食材復活すんじゃん。復活ね。食材巡りしてもいいかもしれない、ね。ありありあり。なんか忍者がね、いるんだよ、ほら。わかるよ。なんだろうね、あれを倒すとか。あ、忍者を。いや、いっぱいいるわ、結構。あ、まあ、こういうのをちょっとうまく使って。忍者死ね、忍者死ね。あ、まあ、マジで強い、ね、硬すぎる。あー、いやー、辛いぞ、これ。あ、ちょっと死んだ。あ、ちょっと死んだね。あ、ソニックブーム、まあ、上げてきましょう。はいはいはい、食材。なんか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 食材なー、何だ、コインか、わからん。なんか爆発欲しいな、爆発が来てくれれば。うわー、
でもあれで死ぬってことは倒せるってことだったから、ちょっと、あ、開いたね。開いた。どれどれ。あ、違うか。開いてないよ。あ、ここが開いてないのか。一個下だったか。うわー、困ったね。移動早いね。うう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 、数も多い。この食材で。ってことは？うわー、しょっぱい。あー、厳しいね。まあ、復活はね、今回あるんで。いやー、ウェイクだったかなー。違う敵が出てきたね。ほんとね。食材なんか、まあ、ウェイクだった説もあった。起死回生の食材、爆弾、食材、コイン、経験値稼ぎつつ、下から絶望が、下から絶望がやってくる。うん、いや困ったな。まあそう、倒さなきゃいけないよ多分。すごいね、すごいや。ほうれん草、まあほうれんで火力上げてみるか。うわ、目みたいなの見えたな今一瞬。なんかあったね。あったよね、うん、あ、B バリアか。バリアだね。バリアじゃダメだな。うわ、なんか目がパチ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 してるわ。ほら、キモ、キモいな。おい忍者、なんかくれ忍者、忍者、忍者。あ、は、何それ、なんだそれ、普通の宝箱か。おー、なんだろうね、色が違う宝箱だったね。違ったよね今ね、うん。いやこれもう食材巡りするしかないな。あ、開いた開いた、あれ開いたよね。開いた開いた、だってこんなんなかったもんね。そうだね。よし、ファイヤーでちょっと一気に。なんか笑ってたな。へえ。あ、笑ってる笑ってる、何がおもろいね。まあいいか、ナイスいった。オッケー、ほうれん草上げてこう。火力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 、また宝箱、シルバーシルバー宝箱。ナイス、シルバー宝箱、シルバー宝箱ゲット。オッケー。はあ、内容は普通の宝箱だな。血が滴ってます。血が滴ってる、はあ、ソニックブーム上げ、上奥から奥、血が滴ってますよなんかほら。あ、まあ、ほうれん草いいんじゃない、一旦ほうれん上げて、して宝箱取っちゃうか、うん、まあ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 、鎧2つ上がったなら防御面もいいでしょう。オッケー。うわ、アルカナだ、アルカナだ。もうじゃあここでアウェイク取ろうかな。アウェイクね。まあこれで安定はしそう。オッケー。おお、いいね、宝箱、宝箱いっぱいあって、爆弾もあるね。ああ、行くぞ。爆弾。おれ。おい。え？線で死なないか。ボス扱いなのか普通に。てか基本あれって一撃って意味じゃないでしょ。なんかザコはでも一撃じゃない？ガリとかは一撃じゃないけど。結局ダメージなんじゃない？ああ、そうなのかな。いや困ったね。それもう一気にダメージ与えちゃえば上向いて死なねえかな、全然死なない。あー、こいつの火力が低いわ。俺の防御力も高いけどね、高いから死ななずには済むんだけど。オッケー、ファイヤー、これは来たでしょ。これが最強なんだからこれ。おい、ナイス。やっぱなんか倒すと進む感じあるね。ね、一定数倒してみたいな。炎待ちじゃんこんなの。ファイヤー待ち。あー、空白ね、空白いいんじゃない、いいんじゃない。で、下にいたからこれ進化するはずだよね、おそらくは。下、オッケー。これは止まってると、止まってると確か、あー、溜めて、この変なやつか。あ、弱い、厳しいね、弱い。うーん、肉、あ、引き寄せ肉。うーん、敵の火力も上がってきたしな、絶対どっかで止まっちゃうから。肉、バリア、ファイヤー、空白取ってファイヤーで、ファイヤー待ちナイス。オッケー、進んだ進んだ。うー、なんかわかんないけど進んだ。なんか変、なんか見たことないやつばっかりだな。わー、目玉も来た。上のやつとか見たことある？いや、初めてのグラフィックだね。ないよね。うわー、強いな。開いたか、開いてる。よし、オッケー。AA。それ強いんじゃない？引き寄せ、A は、どうだ。ロザリオ。ナイス、ロザリオ。でけー、進んだね。開いた？多分背景が流れたら進んだ証拠だと思う。さあ爆弾来てくれたんで思いっきり当てていきたい。よし、おー、さあ宝箱も出ました。うわ、気持ち悪いの来たな、上から。気持ち悪い、強欲な壺みたいなの来たね。おー、なんか前もでもそれ言った気がするから、強欲な壺あったことある、ね、強欲な壺いた。あー、なんか言ったことないよお前、強欲な壺って。いやー、わかんない、俺でも人生で初めて強欲な壺って言ったから。あー、どうしよう、風魔の書あんま関係なさそうだよね。まあファイヤーの効果時間伸びるけどね。引き寄せ、いやー、違うな。
まあでもなさそう。ないね、欲しいものが。トローナとかになるか。あまあトローナにしよっか。あ王冠、今さら王冠、今さらあり。さあまああれのレベルがリミットブレイクね。そうリミットブレイクの あれが伸びればいいでしょうと。さあそれ取ってビービール止まってたら強いか俺逆。あうーんこいつこんな弱かったっけ。こいつ弱いな。こいつ弱いね。あ爆発、いや強い、敵がマジで強い。いや困ったな、これ食材巡りしなきゃダメだな。ファイヤー待ちだな。ファイヤー待ちね。この辺の回収しつつ、いやー敵がマジで強いや、まずいね、敵が強いのか俺が弱いのか。コントラコラボしっかりしてくれ。宝箱、オーケーオーケーオーケー、ナイス宝箱。お、ナイス3つ。王冠トリプルでかいよ、ね、右に車が2台。車2台、うわ、車2台じゃ全然倒せねえか。なんかキモいのとキモい、なんか2種類いない。キモいのとキモいのがいる。ああいいよね、うん、今こそ弱い弱い。あでも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 倒せてるけど、でもじゃない、頑張れ弱い。ああああ、2発当てれば倒せるね。2発か、うん、あーすごくめちゃくちゃ上まで来ちゃった。いやでもファイヤーとかが出ないとちょっときついもんな。めっちゃ出てる。おおらー、死ぬね。あリミットブレイクも始まった。はいはいはい、はい、肉取って、いやちょっと一回上引き寄せて下行くか。あ今進んだね。あ進んだ今。じゃあ下開いたのかな。光ったと思うけど分かんない。なんかさゴミみたいのがさダラダラダラって流れるとさ笑い声がして、それで進んでんじゃないのかな。 なるほどね。俺ね聞こえねえんだ声。なんかねガッハッハみたいな声が聞こえるんだよね。あーちょっとこれで、あーこの赤いのは違うのか。うん、食材待ちしながら。赤いのは何だろう。あいいねいいね、これでかいわ。これ思いっきり引き寄せていっぱいいるときにこのボムを当てていく。あれ取れた今。ういうい、100ダメージ。うい100ダメージ、オッケー進んだ。オッケー、宝箱いいのね。あ、取ろう。でも多分何もない、何もないか多分。 あれキャンディーか、キャンディーボックスか。あーキャンディーか、どうするこれ。ワンチャン取ってもいいね。別に今一武器こだわってないし、強えやつ、これを打破するような強えやつ。アルマジロもうここなんだ。ああほんとね、ここを打破する。今のアイテムを見てもいいかもしれないね。アイテムで進化するんだったら取っても良いねみたいな。いいし、なんかとにかく強いやつじゃないと無理だな。火力が必要だもんね。あもういっそペンタグラムとかが良いのでは。ペンタかいいかも。どこだ、久々に頼るね。ありましたねペンタグラム。はい、まあ、最強最強。なんだこれ、わわわわ、肉の、え気持ち悪い、これ体中になんか。おペンタ、おらおらおら、目が怖いよたまに。目ってかこのさ、こいつ体中口じゃね。体中口、うん、こいつそうでしょ、ほらこの赤いやつ、体中口じゃん。全部口でできてるこれ、うん、多分。マジか、そんな気持ち悪いデザインだ。多分そうだよ。あー、うん、キャラが可愛くないね。体中口だね。なんか地獄テーマみたいな感じなんじゃない。あーなるほどね、めっちゃ出てる。あうめ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 、これ上向けて打ってた。ガーって上宝箱出た。ちなみに生き残りか、よし、うん、宝箱取ってペンタのレベル上げて、このレベルアップの発動で下のゴリーッと、よしナイス、一掃いくぞゴリーッ。経験値あれだな、消えちゃってるね。集めた瞬間にあれしたいね。すえいや強いね、引き寄せきたけど。引き寄せラッキーじゃない。いくぞこれ、レベルアップすると同時に。全然来ない引き寄せなのに。結構取ってきてるかな、結構上の方だと思う。遅れてやってくんじゃないか、来るかな、来ない、来ないね全然。うわーまずいなこれ、一死しちゃうな。一死、まあまあまだある、まだ2、3回あんじゃない。そうだね、アウェイク取って初めての死だもんね。そうだよね、うんうん、いやーでもこれ油断するとすぐ死ぬな。ペンタ進化するこれ。ペンタね王冠があるから進化する。王冠か、うん、
まあ、レベルも上がってくれば経験値も取れるだろうし。そうね、肉肉。車の爆発がちょっともったいないな。でもすごいね、このステージにその車が出てるのちょっと面白いこいつの能力で出てるからな、おそらく。コントラの能力か、それともこいつの能力か。あ、まあコントラシリーズのやつの能力なのかな。 あ、タイムストップ、タイムストップ、ナイスナイス。これチャンスよ。ペンタ発動しろ、ここで。おい、ペンタ普通に発動もするのか、よく考えたら。おいおい、弱い弱い、よし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 、でかいでかい、オッケー、こっから入ったでしょ、オッケー、進んだ、でかいよ。おい、難しい。今ここで貯めちゃえば、ちょっと経験値貯めて、うん、あ、緑の矢印が出たぞ。おー、もうゴールかな、じゃあこれで。あー、ぽいよね。よしよし、経験値うまし。ボービヌンボックスはなんだろうな、パンドラの箱じゃないけど、まあ、禁断の箱、何が開くのかしら。十字架空打ち。もうあれだね、雑魚敵が出てこないね。目のボスしかいないや。ああああ、おフィーバーモード入りました。宝箱は一応上に。進化か、そうだね。よし、オッケー。あぶねえ。まあもうこれでもなんでこんなボーナスステージみたいなところで苦戦してんだこれでもう雑魚が来ても大丈夫でしょう。はい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 、なんならもうクリアなんじゃないかな。そうだね、最後にボスがいるかもしんないぐらいかな。ボスにペンタ効かないだろうな。そうね。あもうなんかもう動けない。なんで動ける。あ、ダルカッソ、ダルカナスをロック解除および有効化、助けてくれ。おー、うわー、アルカナが倍になった1分ごとに月光のボレロだった。1分ごとに追加のトレジャーボス、トレジャーボスが、このボスが所持する宝にアルカナやランダムなパッシブ武器が入ってることがある。ほう、へぇ、まあそれしか取れないんだアルカナ2倍になることある。あ、押せねえ、選択か、うん、俺、あ、これで動けるようになったわ。ほう、一回死なないといけなかったのかな。まあ多分ね、あの時動けなかったから。へぇ、もう死にかけてるけど、やばいです普通に、うん、まあでもここからペンタグラムがね発動してくれるんで、ファイヤーも来ました。あ、来た、おらー、つえー、こいつら、燃えろー、こいつら強くね、硬すぎあ、宝箱意味ない、残念。ペンタまだ、あれペンタ発動しなくない、あれこんな遅かったっけペンタグラムって。あ、やっと始まった、ほいほい強っってこいつらのこいつらのライフそんなにあんのHP 食ってるわ、上いけ、よし、オッケー、ダメだ、持たねえよ。でもこれ、でもここで行き止まりなんだね。そうだね、15分ぐらいまで耐えるって感じかな。うわ、きつっ、こいつら1万とかあんだ。1万7000とか見えたよね。それ知らねえわな。え、ちでも嘘じゃね、あれってぴったり耐えてんだっけペンタって。ぴったりじゃない？ぴったりなのかな。でもそれにしたら倒すって気がするけどね。ピョン。でこいつら9000だよ。このちょっと小さいのは。でこのでかいの。これでっかい665。え？あれ？ほらー。おー、でけえ。いらない宝箱。いらない宝箱ゲット。あ、ナイス、タイムストップ。一応宝箱ある。宝箱ゲット。いらない宝箱、いらない宝箱、爆発はしていく、タイムストップ、タイムストップ。このでっかいデモ弱いぞ。でっかいデモ HP 低いか、650ぐらいしかないから、ほら一瞬で解ける、一番 HP 高そうなのに。でっかいデモ弱い、こいつらが1万あるとかあ、どうすんだろうな、タイラーいいのかな、うん、まあボスもいるし、ボス倒すとか。ほら、ナイス、ボス。なんかボスを倒すと経験値が宝箱が出るみたいな、うんうんって書いてあったけどね、どうなんだろうね。無理かなー、きちー、いけるー、ナイス。え、そのでっかいデモン、あの、恐れることはない。でっかいデモンが一番弱い。でっかいデモンが一番弱い。600しかない。あー、そう、分かっちゃってるから。でも攻撃力とか高いかもね。はい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 。肉だ、ナイス。発動すると同時に思いっきり下に行って経験値荒稼ぎするわ。オッケー、おっ、おいし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 、てん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 、おーらーうわーうめーあー、でも強くなるのかないや
いや、あでも HP マックスまでいったか、なんか取った、なるほどこれか、はい、まだこうやってれば、うん、耐えられはしそう、なんとかいける、食材も復活してくれるし、ある程度離れると肉が湧いてくるから、あでかい、あ来た、2万、2万の敵いる、ファイヤー取ったけど多分これじゃ殺せないんでしょ、全然死なねえ、おら、うペンタ取ってなかったんですか、あなんか変な宝箱出た、だだあなんも、あなんだ、変な宝箱出たね、なんだ進化ぶっ、あ違う、え、クローバー出た、なんでなんかまあそういう持ってないアイテムも出る宝箱みたいな感じか、あ出た、肉のボス、ほらでっかいやつ見てみ、ほら体中口みたいな感じじゃないこいつ、手が生えてんじゃないの、口、腕とかも全部口じゃん、あーごめん吹っ飛ばしちゃったんだわ、何やった、あーあれ、あー HP1 万ね、ここら辺1万ね、はい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 、てん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 、よいしょ、ほらー、うん、気持ちいい、クローバー上げてもな、でもな、あまあまあまあ、気持ちいいんだけど、本当でもペンタ取ってよかったな、ペンタなかったら終わってたな、まあワンチャンこれで終わる、15分で、まあこれ15分ステージだよな、難しさ的に、うん、頼む死神来てくれ、来ないんだから、20分か、これ20分も耐えれるか、これ20分か、あの口の開いたボスこれこれ、うん、これを倒せばどうにか、うん、ワンチャンね、さっきからずっといるんだよねそいつ、15分ぐらいから、あー死んだ、違うか、普通に死んだ、肉回収、いやむずいなこのステージ、あー単純にむずいね、それをなんか一武器変なキャラでやってるお前すげえよ結構なんでこんなのでやっちゃったんだろう、ね、もっと強いキャラでやればよかった、あなんかでも倒せてね、やっぱ1万は嘘だな、死んでる、うん結構とほら死んでるやん、なんかあ本当だ、あなんか弱いのになってる、本当だ、800で死ぬ、さっきの1万何だったんだ、あこいつら1万だ、あまあ1万もいるのか、ちっちゃい、こいつら平気だ、実はこの肉の塊、実は平気、肉の塊は平気で、ああ実は弱い、ああまあしょうがない、ああ、まあ、まだ肉の塊は実は平気で、なんかちっこいデビルみたいなやつがやばい、今出てきてない、ああこいつら弱いよ、肉、てん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 、少ない、ないないいない、あ肉目 B 取って、肉目 B 剥がれて、 B 剥がれて一瞬だから、いや火力高い、火力高いこれ、やばいこいつら、狛犬でやばいね、狛犬強いな、本当に強い、火力がめちゃくちゃ高いよ、でもねヒットポイント低いから突っ込まれ、冷静になって倒そう、くっそー、囲まれる前に倒せばなんとかなる、うん、そうだね、すぐ死ぬね、そうただちょっときついか、きつい、マジできつい、肉、うまく1点突破して狙って、はい、ナイス、あやばいかも、うまく、やばいかも、肉、頑張れ、まだある、まだある、肉ある、肉あるよ、敵も倒せてる、てすげー、オッケー、引き寄せ、いやデビルだ、デビルはなんかすぐ溶けてる、そうデビルは弱い、宝箱いらない、よいしょ、そんなにいない、宝箱いらない、いらない、やばい、肉、やばい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 、おー時計ライス、時計でかい、うーい、よしよしよし、これで一気に上上がって肉を回収しましょう、オッケー、最初のステージまで戻った、最初の部屋まで戻ったら何かあるとか、あワンチャンね、まあでもバンサバそういうクリアみたいなのないからな、あない ね、 時間だもんね、ここ最初のとこだね、うん、いやちゃんと難しい、おいおい、もしかしてはこう、なんでもない珍しめの宝箱あったよね、うん、おやって思ったけど、あの宝箱取ったらクリアになるのかなとか一瞬思ったけど、20分でやってくれ、マジ20分までだったらなんとかなる、いやでも、いや強いよ、いやでも強いぞ、泥棒小僧が出てきた、小僧たまに宝箱落としてくれるんだよな、角泥じゃないかな、ワンチャンあんまり見ないからさ、小僧ね、あいたいた、小僧倒せねえんだよな、小僧わかる、壁の外行っちゃうもん、ね、うん、
まあ、こいつら本当火力めちゃくちゃ高いけど、HP 低いのは救いだな。なんか出るよ。え、なんか しかも進化武器じゃないですかこれ。進化武器もさっきそうだった。進化武器だなって思った俺。キャンディーボックスターボだ。ターボだ。何取るか。何が強い？マジ、まあ、本当に強いの、本当に強いの。ふわらふわるで回復でもいいけどね。ああ、ふわらふわる回復ね。良さそう。まあいいかも、回復。ふわらふわる回復で。はい。ほら。あ、オッケーオッケーオッケー。あ、これだったら。やはり回復。やはり回復。ああ、やはり回復。はい、よしよしよし。よかった。よしよしよし。よし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 。よかったね。これならもう、肉取る、取りに行かなくてもいいや。まあ、範囲もあるしね。そうね。なんならもう止まったって大丈夫ぐらいじゃなかった。だからやっぱ特別な。見た目的には、開いてるんだね、パカって。まあ他のも開いてはいると思う。でもたまになのかな、入ってることがあるって書いてあったから。なんか灰色の宝箱と灰色で開いてる宝箱。あ、これ開いてるか。同じじゃない？同じか。全部開いてると思うよ。全部開いてるか。宝箱って。ありがとう、ふわるふわる。こんな楽になると思わなかった。やはり回復。上に宝箱出てたね。そこにもあったし、そこにもある。右。開き方が、まあ、変わんないか。お。おーん。今回は？ああ、引き寄せね。いらないのばっか来るな。新しいアイテムがここに来て。いらないんだよね。お、これはでも引き寄せが上がるのかな。はいはい、さあ、でももうすぐ20分だね。すごいね、お前なんかそれ。どうなってる。そんなことになってる。こんな出続けてるなあ。なんかすごいつ、あ、レベルアップか。 B 取ってたんじゃない。 B じゃなくてほら、そうめん、そうめん、そうめんね。はいはい。え、そうめんってそれも上がるんだ。じゃない。じゃあもう止まってた方が強いかもね。あれもあるし、止まってた方がもう大丈夫だろ。あれも発動するし、いや、こいつのこれ弱え。20分。終わんねえ。終わんねえなー。20分終わんない。マジ。じゃあ30分コースだね。このマップで30分あんの。まあでもいけんじゃない。いけるかな。なんとか。なんか新しいの来るし。翼。翼って。あんた、はい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 、翼ね。翼レベルアップ。いいじゃん、このなんか新しいの体験会で。はいはいはい。ラボスだ。やっぱ1分ごとだね、ボスは。え、ああ、ランダマット。まあアルカナなんだろうけど、普通のアルカナがいつもより枚数多く選べるみたいですね。な、まあ、これもさっき取ったアルカナの効果なのかな。アルカナの一種なんだ。何取るか。あー、リロール無料は何なんだろうね。リロール無料、まあ無料なら見るか。えい。あー、なるほどね。1回だけ無料なんだ。はい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 。ペンタグラムとあれでしょ。まあ一応ね、一応サラバンドで回復量増やしといて、はい、もう死なねえとは思うけど、はいはい、うおー、ボスに減らされたね。すぐ回復ですから、はい、勝てー。敵硬いね。なんか遠くにさ、5ダメージだけ受けてさ、ノックバックしてるやつ。サラバンド、サラバンド。あ、サラバンドでノックバックしてるのか。あんな悲しいダメージでノックバックしてるんだ。来た。あんこ来た。なんだ、いらねえ。イェーイ、ブレイサー。まあ嬉しいね。うん、まあどうやら新しいアルカナだと、うん、その取ってないアイテムが急に出てくる宝箱と、うん、まあアルカナが6個から選べる、普通のアルカナが6個から選べる宝箱と、うん、まああと普通の宝箱か、うん、が出るようになる。ボスが出てくる。なるほどね。うん、サラバンドのせいで近づいてこれてない。サラバンド強いんじゃね。ほら、サラバンドのせいで全然近づいてこない。サラバンドノックバックあったっけ。でもサラバンドのノックバックがどう考えても、ね、ダメージ量的にも。まあクリアかなー。ああ、来てくれた、来てくれた。いらっしゃいと。復活もまだ残ってたのかな、実は。そうね。何回残ってたんだろう。おい、このボス倒しちゃうぞ。おい、終わりだ。マジか。結構あとなかったな。はい、あえてフォービットボックスの呪文を唱える、はい、ダルカッソに抱きしめられる、ダルカッソに抱きしめられる。なんか一個開いたっぽいか。どれどれ。
上。ああ1665室。まあ今のところね、一見底なしのこの巨大で地獄のような仕掛けの下に伸びる扉は怪物の血を吸った時だけ開く。言った通り、ね、敵を倒したら進めるようになるってこと、ね、長い間忘れ去られていた一族の邪悪な振る舞いによって召喚されたこの恐ろしい幽霊屋敷の底知れない深みは罪のない魂をもてあそぶことを絶望する腐敗した力で囁いている。めちゃくちゃなこと言ってる。あまあこれがもう普通に遊べるようになったよってことね、はいはい、でダルカナスが有効化されて、その1個目のダルカナスの1個目がそれ、ね、これか。1分ごとに追加のトレジャーボスね、うんうん、これはもうあれかね、先々のやつはあー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 、増えていきますねこれね。なるほどね。あやるかやるかやるか、バンサバちょっと歯応えのある更新きたね。おもろいやんけ。久々にやるか。やりましょうやりましょう。じゃあ今後はこれをどんどん開放していくっていう形になりますんで、いいじゃん、よろしくお願いします、はいはい、では今日は終わりたいと思います、はい、ご視聴ありがとうございました。